背中に効くお尻筋伸ばしを1分やってみましょう。背中の贅肉落としたいですよね。背中の贅肉を落とすのにはお尻筋を伸ばすこと、そしてね、手で足をこのようにして押してあげるとお尻が後ろに伸びやすく背中がシャキッとするので背中の贅肉が燃えやすくなります。このようにしてねじりを入れてあげて効果的にね背中の贅肉をね落としていきましょう。はい、では始めてみましょう。吐きながらお尻を後ろに、一回吸って吐いて、お尻を後ろ、膝裏も伸ばしましょう。はい、吸って吐いて移動。腰丸まっていませんか？お尻をしっかりと後ろに伸ばすことで太もも後ろ、そして腰のあたりもね伸びているのを感じてください。慣れてきたら手を上に伸ばしてみましょう。肩が丸まらないように、一回吸って吐いて移動です。足をしっかり踏ん張ってくださいね。はい、いかがでしたか？また次回お会いしましょうね。